私はこの3日ほど眠れなかったのは自己保身で眠れなかったんじゃないんです。理解できない人を切らなければいけないことに対する胸の痛さです。私は口止めをされたので。口止めをしました注意しましたね。2回注意して2回ともすぐに離婚してないから言ってるんじゃないですか。なんですか。それはもう古川さんに私も言いました。だめだったらなぜあそこで2人で YouTube で出ちゃうんですか。あなた代表者なのに。じゃあ失敗すればいいと思って黙ってたって言ったのは何なんですか。黙ってなかったじゃないですか。はっきりと言いましたよ。政治資金パーティーをやめろって。だから私は説明してほしかったってそもそも言ったじゃないですか。何で9時間も説明してまだ足りないんですか。黒川さんを追い出して私を追い出す算段なのかな。あなたたちを追い出してるのは私じゃなくて。ただお願いして失敗そうになってるから直ちに判断をしてくれないと大変なことになるから、とってもかっこ悪いけどもこれは戻してもらわないと。でもそれに対してすぐに決断をせずにされるんであれば、僕は別に何も国政政党の代表やもう国会議員も潔く退いているようにね、これ以上この状態にしがみつくつもりはありません。ただ私のことを信じてお金を貸していただいた方にご迷惑をかけることもできない。またNHK の被害者をお守りすることについてもこれからもやっていきたいし、やっていきます。何も NHK 問題をやらない黒川君に毎月180万円も払うことが許されるのか。日々500件もの国民からの電話をボランティアの方々が1円ももらわずに真摯に対応している姿、その人たちにお金を払わず言い訳ばかり繰り返す党首に月100万円払い、党の信頼を傷つける人物に130万払うことが本当に許されるのか。私はこの3日ほど眠れなかったのは自己保身で眠れなかったんじゃないです。理解できない人を切らなければいけないことに対する胸の痛さですよ。仕方がないじゃないですか。国からいただいたお金であり、そして信頼して貸していただいたお金をね、言い訳を繰り返す人に支払うわけにはいかないから。かといって私がこのまま党から240万円もらい続けるのも違う。だから私は辞めます。そして皆さんが困らないように代表者が変わればいいなと思って提案アドバイスをさせていただいたわけです。はい、どうぞ。私は口止めをされたので。口止めをしましたかと思いました。だって動画を撮らないでくれ、その後あの契約の後だって言われたから、私はそれ契約の後動画を出すなら、まあ、出せないじゃないですかと。それ言い訳を繰り返すとか言われても、私はちゃんと説明したかったんです。ごめんなさい、やっぱり撮影してよかったですけど、僕口止めなんかしてない認識ですよ。なぜだって口止めしても出ていくわけでしょ。お金100万円残りますよね、収支報告書に。口止めなんか僕はした認識全くないですよ。でもそれは落選した後に払うよってずっと言ってたのと同じことかなと思いました。別に100万は高すぎると思いますよ、私にとっては。だからそれは別にあの政治家女子 あのみんなを助けるように使ったらええやんって言ってましたよね。だから私はそういうふうに使おうと思ってました。使えばいいじゃん。だからなぜじゃあそのお金があるのにね、黒川君130万あるのに。黒川さんはもう辞められたじゃないですか。同じことじゃないですか。100万円もらえるんだったら直ちに100万円で理解して代表権の変更をされればよかったじゃないですか。なぜそんな大事なことを弁護士さんに相談するなりして時間を使うんですか。すごく大事なことでしょ。だったら大事なことだったら就任の時から弁護士さん使うっていう、そういう理屈になりませんか。それはもうガーシーのことでどっちどっちその段階でもなってたじゃないですか。で急を急ぐってそれも言われて、皆さんだから何も言い訳されても一緒ですよ。もう、うん、一緒ですよ。はい、もうだからあとは2人でやったらいいんじゃないですか。僕はもう関係ないんでうんって言われても、それが代表者の責任なんですよ。どういう人生歩まれてこられたか知りませんが、裁判所でも警察でもどこでも行ってください。もうあなたの責任ですから。どうぞ再建して、今多分いっぱい来てると思います。
注意しましたよね、僕。2回注意して2回ともすぐに履行してないから言ってるんじゃないですか。何のことですか。だから政治資金パーティーはダメだって。1回目ですよね。それ明確にあなたと黒川君が YouTube を撮る寸前に言いましたよね。その内容では政治資金パーティーって名乗っちゃダメ、普通のパーティーにして脱税にならないようにしなさいと2人に電話しました。これが1回目です。それはもう黒川さんに私も言いました。言ったんだったらなぜあそこで2人で YouTube で出ちゃうんですか。あなた代表者なのに。それを言ったらだって幹事長じゃないですか。幹事長のあなた上司でしょう。私も党の内部のそういう関係者とか黒川さんがどういう人間だとか私は知りません。結果責任取るのは私でもなければ黒川君でもなければ大津さんなんです。なんで責任だけ押し付けるんですか。私は説明もしないで。危険だから一昨日9時間話して代表権を返してくれないと大津さんに大変なことがいくよと。ただし大津さんの個人資産には何も傷がつきませんと。あれだけ9時間票を出してやったじゃないですか。それもそれに近いものを見せて9時間何の話したんですか。今私の話してた時じゃないですよ。だから何度も言いますが今言い訳されても一緒ですよ。三振してあれはボールだって言ってもいくら打ったってピッチングがストライクって終わりですよ。じゃあ政治資金パーティーはやってもよかったってことなんですか。だから最初はいいですって言ったじゃないですか。それ普通の政治資金パーティーやるのは何ら問題じゃないですか。それが中身がね、グラビアアイドルの子が写真撮ったりとか、なんか風俗の子がなんかお尻叩いたりとか、写真撮ってお金もらったらそれは課税しなきゃいけないでしょって何回今も言ったら分かるんですか。ね、自分が悪くないことをいくら弁明されても責任者は残念ながら大津さんなので、僕が、あ、それは僕悪かったです、捜査ごめんなさいっていくら言ったところで取り返しがつかないんですよ。それが結果責任でしょ。それを見てるんじゃないですか。じゃあ失敗すればいいと思って黙ってたって言ったのは何なんですか。黙ってなかったじゃないですか。僕はっきりと言いましたよ、政治資金パーティーをやめろって。でも言ったから、うわこんなこと言ってるなと思って、じゃあ返金希望が来たわけですよ、ツイッターで。やば、1000万来た、あ、やっぱりこうなるんだ、資金確認しました、なんとか、まあ、あとね、テレビに当てる2900万円を返金に当てればなんとかなる、じゃあテレビの方のお金はちょっと後回しにして資金繰りをやっていくわけですよ。それに対してごめんなさい、間違ってましたなら止まったでしょう。でもそれに言い訳を繰り返されたことによって今現在になってるんじゃないですか。この話し合いを見て不安を感じた人がどん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 返してくれる、それが取り付け騒ぎなんでしょ。だから私は間違ってましたっていう動画を出したかったんです。でもそれを止めたじゃないですか。止めてないですよ。止めましたよ、だって動画を出すなと契約するまで。言ってないですよ。言ってないです。言った、彼にも僕は言ってないですけど、彼に言ったとしてですよ、何が影響するんですか。100万円あなたがもらうっていうことに対して多くの人が納得されるんですか。何を言ってるんですか。自分が月100万円もらえるような仕事をしてるという認識なんでしょ。それを隠そうとしたか、したいんでしょ、したかったでしょ。隠したくないです。だって全部明らかになることだよって言ってたじゃないですか。だから別に僕は動画を出せなんて、だからもう、だからそれも含めて、仮にそうだとしてもそれを話してどうするんですか。同じことじゃないですか、9時間やったのと。結果責任出てるんでしょ。直ちに犯行を取りに帰って斉藤さんにお願いしますって頼めば終わりなんじゃないんですか。斉藤さんの気が変わらないうちに、こんな11億もの負債を、まあ10億5000万もの負債を抱えて取り付け騒ぎが終わってきてる中でね、そこで一生懸命言い訳や説明をされたところでもう遅いと思いませんか。政治資金パーティーの行く末を見守ろうとして、それがどうなるか、
でその責任をこういうふうに押し付けてくるじゃないですか。結局結果責任だ、お前が代表者だからだと、やってもいいって言った政治資金パーティーがこういう結果になって、結局取り付け騒ぎが起きて、それからこうなったじゃないですか。それがどうしたんですか。何言ってるんですか。さっきから意味がわからないですよ。僕責任取れないですよ。責任者じゃないから。自分がどう責任取るかしかないじゃないですか。子供じゃないでしょ。僕は黙って俺の言うことを聞いて、お金のことはちゃんとしろって、あれだけ独裁に行くって言って、直ちにこれは危ないから代表変わろうって言ったら、少なくとも翌日には持ってくるべきでしょ。それを弁護士なの何なのって言い出して、その機を逃したのは大津さんじゃないですか。それが経営者の判断でしょ。ミスした時にはその責任を取るのが経営者なんでしょ。言うことを聞いてくれないから面倒を見れないじゃないですか。言うことを聞くって、まあ、だから説明したことに理解してもらえなければ、これ以上アドバイスのしようがないですし。だから私は説明してほしかったってそもそも言ったじゃないですか。なんで9時間も説明してまだ足りないんですか。政治資金パーティーも、そしたらなんか失敗すればいいと思ってって言ってたんです。だから失敗すればいいと思って、黒川さんを追い出して私を追い出す算段なのかなと思いました。なんで追い出さなきゃいけないんですか。もうあなたたちを追い出してるのは私じゃなくて、この国政政党を応援してくれている人たちだっていうことに気づかないんですか。僕が出ていくとはっきり言ってるじゃないですか。なぜ出ていくかって言ったら、別にこの党出ていっても自分でやっていく自信があるし、 NHK の被害者を守りする自信があるからですよ。僕は大津さんが目黒の区議会議員選挙で当選すればいいなと思った。それが一番ですよ。党首をお譲りしたというか、党首になっていただいたのは、できるだけ大津さんが目立って、それだけじゃない、それだけの気持ちでしかないですよ。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。